はい、いい感じですよ。今日の抱負を何それもうちょっとはい、天下を歩く2人でどこからおいでたんですか？京都から来ました。京都ですか？天下の初めての天下はいかがですか？いや、自然が豊かで綺麗です。自然が豊かで綺麗ですか？近藤孝弘さんの釜がそこに見える、前方に見える、あのちょっとあの土色のものがあるでしょう。で、煙突がある、あれが釜です。天川釜ね、火の間と書いて釜と、天川釜という。で、これがあの禊寺殿、この中に近藤孝弘さんの作品が3点だったかな、初期の1997年に第1作目、行者シリーズというのが3体ここに収められています。ではまずお参りします。禊寺殿、鎮魂殿とも言います。二杯に握手一杯。剣幕もかし小刻みの神、つくしのひむかの立ち花のぬぬあはぎはらに、そぎはらえたまいし時になりませるはらへどの神たち、もろもろのまがごと罪けがれあらんおば、洗えたまえ清めたまえと申すことを聞こしめせと、かしこみかしこみもまうす。ここがあの水没した時はこの下までもう全部土砂で埋まってしまいまして、あの釜も完全に水没したんです。で、この辺りもですね、全部土砂で埋まってしまいました。で、それを工事して、まあ、全部払いのけてこうのようになったんですが、まだその山崩れをあそこのですね、今ブルドーザーかなんかがありますね、あのあそこブルドーザーかユンボか、まあ、あの辺りが上が、まあ、あの崩れてるんですよ。それからあちら見てください、あのまだあちら工事が上ができてないでしょ、前方あんな風なのがね、3箇所ここらにあの山崩れがあって、あそこが一番ひどい山崩れで、あの下が道路なんですね。我々が通ってきた、あの熊野に抜ける道はこの道しかないんですよ。だから熊野に行くためにはここを通らなきゃいけないので、ここが埋まってしまいました、あの土砂で。そうすると、それを片付けるのに半年ぐらいかかったんですよ。なので通行止めだったのね、ずっと。今でもまだ工事がね、あれだけ続いてるので5年経ってるんですよ、5年以上。だけども
なかなかですね、あの、では近藤高弘さんの設計した天川窯、久しぶりです私も。まあ近藤さんに見てもらわなきゃいけないな。まあ天川窯、あのガラスの両脇に置かれているのが非常に大きな特徴で、まあここでね、いろいろね神事を行ったり窯炊きをしたりして、とうとうと流れる天の川。まあ今はゆったりと流れておりますけれど、大きな土砂崩れの時は本当に大変だったわけですね。以前来たのは4年ぐらい前ですけどね。あ、そうそう、その時はこの白いのはなかったですね、はい、あの大きいのはあったかもしれません。あの周りも、あ、そうそう、あの大きい赤い、これが原石ですか。あ、そうそうそう、あの青仁吉の、はいはい、でかいですね。これ運ぶの大変、どうやって運んだんですか。これあのユンボでね、ユンボでも、ユンボで上げるのも大変じゃないですか。あの山が下ろしたんですよ。ユンボで上げるのもなかなか大変だと思いますけど、車でもここに、ね、ここへ、はい、ちょうど北向きですので、はい、みそぎにそうだよね、四車でもこう立っていくと、うん、早秋月、こう早秋月ですね、はい、早秋月ですね、はい、ちょうどここが箱になるものですから、結構広いですね、ここ。そうですね、これでね、まあここもチャンネルになってこちらに、はい、まあ、お石鹸のはできたんですけどね、うん、ビレッジ、あの、リトリート道場みたいなんですか。はいはい、はい、まあ、ここに施設があったらちょうど見晴らしも良くて非常にいいですよね。あのこの合流点がよく見下ろせるところで瞑想するには、今度山をここに切り取って、はい、まあこれまだまだ、あ、まだこれ、まだこれから切り取るんですか。あ、そうそう、この杉林、あの一番岸までね。あ、そしてそれをずっと平地を広げて、はい、そしてまあ、あの上、この中腹ぐらいからもう木は残すと、で、これからも山の突き当たりになるんですよね。そうですね。で、ここが一番角というか、はいはい、あの合流地点の、はい、そうですね、ここが一番展望が開けているところですね。あ、そうそうなんですよ。結構広い敷地ですね。これで4000、出来上がったら4500坪ぐらいになるから、ね、4500坪、5000坪と思ったけど、まあそっち広げあね、あの、うん、できるんですけど、今差し当たりはその向こうは工事費がかかるんですから、あ、ここにできると一つの、あの地区ですね、はいはい、まあ、ここが一つの、はい、あの五色地区とか、はい、まあ、一つの地区になりますね。そう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 、うん、名前は何でつけるんですか。ここあの、まあ、天武天皇がね、ここに社を作ったものですから、はい、
これがまず行って、それからベダイ転車って言ってるんですけれども、はいはいはい、まずこのメインウェイも必要ですね。この辺り一帯の名前をつけるということが必要になりますね。はいはい、先生、いい名前を考えてるんですか。はい。まあ大事なね、後々それは社殿が立ち、道場が立ってきたりすると、皆さんここに集まってきて、いろんな、まあここだったら音をある程度出しても、そんな心配はありませんよね。はいはいはい。なので、あの音楽家なんかも来て演奏するにはいいんじゃないでしょうか。そうそうですね。もう今後もだいぶやったんですけどね。北郎氏もここで。あ、北郎さんがね。やってくれたんですね。ああ、この崖。これから出たんですよ。うん。このあの土は赤いな。あ、こっからも出たんですか。これここから出たんですよ。あ、こっから出たんですか。あの赤いのが、岩が。あ、山の上にね、頂上にクレーターがあるもんですからね。クレーター。クレーター。はい。やっぱりそっか、吹き上がってたら、まあ、全く我々素人が。ってことは、この火山の時代があったってことですか。そう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 。いや、噴火したことも、噴火した時の、ね、はい、何億年前ぐらいでしょうか。2億5千万年前の、はいはい、実質は2億5千万年前。あの、それも災害があったもんだから、各大学の教授、日本の40名の、ね、地質学者が来て、で調査して、はい、高校だということ、うん、資料はまあ神社にあると思うんですけど、2億5000万年前の地質の、はいはい、まあ、分析ができたわけですね。そうそう、そう、ちょっと時間ありますから、よろしいですか。はい、いいですよ、大丈夫です、こっちまでは。奥さん大丈夫ですか。車大丈夫ですよ。まあ運転任せてる人だったら大丈夫だから、山本もです、ね、いやいや、慣れてますよね。慣れてますよね、うん、この初めての人だったら危なかしいけどね。はいはい。ちょうどこれぐらいの車が一番楽で、これ軽いでしょ。軽いです。500ぐらいですか。いやいや、350。そう、そんなもんじゃ350ぐらいじゃないですか。はい、そうですかね、うん。でも86歳で、はい、運転できるんですから、山道を。いいですね、楽しいですね。みんな86人だよ。運転するな、うるさい、うるさい、ね、まあね、免許を回収しろみたいなことを言われたり。そうだ、うん、うるさいですよね、嫌ですよね。いや、ほっといてくれって、好きにさせてくれって。あ、ここ三線川、ここの合流地点があったんですか。違うんですよ、これは天あ粒の地域区の飲料水、はい、このここから取ったんです。ああ、ここから飲料水を取ってるんですか。はい、ここ、この二つの川がありますけど、名前なんていうんですか、三線川と。これは、粒の内川というんですよ。粒の内川。あ、まあ、その上は谷になりますけどね。うんうん、はい、え、こちらの方が三千川じゃないんですか。この上の方はね。あ、上が坪の内川。はい、ああ。まあ、ちょうどよかった。まさかこんな計画も何も思いもなかったんですけど。この辺りまで来たら初めてですね。
私はここまで来たのは初めてです。そうすか、そうすか。以前宮司さんと一緒にですね、はい、そこから山から店に登ったことがありまして、韓国の人たちが来て自然学校の人たちを連れて20人ぐらいで登ったことありましたね。あの時ここから登ったんですよ。そして、まあ、日帰りでこっちを降りてきたのかな、やっぱり、ね、登った方向へ。で、結構朝早く出て、夕方に、まあ、1日がかりでしたね。あれがもう30年も昔のことです。林道はどこまでついてあるんですか？これをね、私これをあこ店に登るのにね、はい、土地を通じまで連れてくれ、土地を通じで、これ陳情ずっとしてきて、はい、でやっとこれがある程度山の頂上に近くまで来たんですよ。あ、そうなんですか。でもここは普通の人は入れませんよね。いや、まあ、入れるんですよ。入れるんですか？でも登山者はこの車を止めて、この尾根、尾根を通りますから、この右の尾根は、あ、そうじゃなくて、車で来る登山者はできないでしょ。こう車を置く駐車場できない、できない、できますよね。途中からね、はい、やっぱり歩きですから。ああ、じゃあタクシーとかはこう来てくれるんですか？タクシー。タクシーですか？ここをこう。そうそう。まあタクシーも嫌うんですけどね。嫌うでしょうね。このね。それはここまで来るのは。こんな状況だから。うんうん。でもこんな道があったんですね、林道が。ああ。林道なんですよ。ええ。ここまで、まあだいぶ上まで。はい。私、30年で初めて陳情してね、これをなんとか顎前つけてほしい。50年前、50年前か、陳情して、で、町なんで、まあ、家町ですから、なかなか予算がもうちょっとずつだったもんですからね、林野町に陳情するときに政治家、田の瀬とか議員が、あ、その自分はね、はい、服部康二とかね、服部康二さん、大津の政治とか、文部大臣さん、はい、なんてその人たちが、政治家としての力を支援してくれて、まあ、陳情に力を貸してくれたんですか。そうそうそう、もちろん天川村の村長が、あ、村長がもう通じてしないと決まってます、まあ村を挙げてのそうそうそう総意だから、はい、林道を作るのはね、もちろんもう林道の管理は、村の管理になるんですか？林道は一番上は奈良県の林野町ですね。奈良県の林野町の、あ、林道は林野町管理ですか？そう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 なんです。
あ、だから林野庁が自分たちで道をつけると。そうそう。あ、まあ、その時代はね、こういう同期ばっかりですから。普通はもう木材の価値観がないわけですからね。だからあのなかなか市長さんは意識はなかなか持ってくれなかったですので。やることですね、うん、途中でもうこれはあかんとかあっちゃうね、はい、そうですね、まあ諦めたらそこでもうおしまいですからね、先はないので諦めないことは大事なことですね。こんなガードレールまでつけてくれてるんですよ。そう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 、このガードレール、まあこれは後にねやっぱりつけてくれるようになりましたけど、もうこれから同期ばっかりなんですよ。もう、まあ、葉っぱはほとんど折れてますけど、あら雪ですね。ちょっと白雪がこう山の雪は白い。ああ、そうですね。ああ、雪が積もってますね。確かに。じゃあ、昨日、一昨日ぐらい降ったんですか？え？昨日？そうそう。もうこちらもね、ほとんど、やっぱり溶けないですよね。ああ、そうですか。これが、寝雪で。寝雪になってます。温度が相当低くなりますから。まあ、氷点下以下。結構長い林道ですね。長いんですよ、うん、5キロ、まあ、5キロ。後にこうまずつけてきたところが、あとこの高速道路ぐらいに、それは上空入りますけど、この道からぐらいの広い道に入ってくる。結構広いですよ、確かに高速道路ですね。山の中の高速道路。これ贅沢じゃないですか、この。そうそう、これからが弱ってことですよ、また上のはまたないんですけどね。初めてですね、これ。結構いい道ですね。あのいい道なんですよ。つけてくれて。これはあの工事だって相当長い時間もかかりますね。どれぐらいかかってこの林道をつけたんですか？どれぐらいの時間、何年ぐらい？50年。いえいえ、あの今のこの状態するまで50年ですか？いや、そうだ、50年間じゃんね。50年間かかったんです。この状態になるまで。この状態になるまで。じゃあさ、最近まで工事してたんですか？そう、もう後も続けてくれてますけどね。後もまだ続けてんですか？はい。じゃあ上の方が。そう、ああ、まだ続いてんですか？そう、続いたんですよ。それは大工事ですね。そんなに続いてるんですか？まあ、ここをヘリポートにしたいと。ヘリポート？ヘリポートしたいと言ってね。ああ、で幼稚校舎はこうあの6人兄弟ですから、それらがあの持っとんで、あかんとかいいとか一切ないもんですからね。結構山の上まで来ましたよ。はい、これ何山の上あたりですか？これね、もうちょっとしたらね、高野山からずっと高野山の方からね、高野山から
高野山から上の行ったら沼田まで。したけどね。徳川武士のね、あの伊豆だからずっと、はい、徳川島が綺麗だと思うし、日本で一番綺麗なとこじゃないかと思ってたけど、はい、そのソリルが勝りますね。ああ、ね、字がよくて言うんではないですけど、9月の20日頃に私、はい、あの徳川市行ったんですよ。はいはいはい。まだ紅葉始まってませんでしたけどね。あ、そうですか、そうですか。今年の9月20日頃ですから、はい、で、まあ、善光寺と戸隠行きましたね。そこでちょっと、はい、あの戸隠 の、はい、まあ、修験者の坊があって、あの宮司さんもご存知 の、はい、あの久山館、はい、あの弁財天を祀っている、はい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 、あの弁財天の曼荼羅がある、あの久山館で講演を頼まれて。あ、そうですか、はい、そうですか。なので、あの、その久しぶりに久山館に参りました。あ、そうですか、はい、いや、久々、あの伊豆なんて住んでましたんでね、はいはい、今まだ息子さんたちいるんですか。はい、おるんです。あの伊豆なに、まあ、文吉になるまではちょっとね、うん、若いですから、あの、はい、うん、DJ 的なね、男ですよ、まあ、やっぱり、ね、楽器を持って、ね、した方がいいんじゃないの言って、そうですか。いやしかし随分上まで来ましたね。そうそうです、ね、こんな上までこの道がついてるとは知りませんでした。これからね、そうか、その子は小屋さん、あの向こうは小屋さん、ね、あの向こうが小屋さん、綺麗に今日は見えます。はい、小屋さん、あの三角のとんがり山の向こうあたり、一番向こうね、ここになりますけどね、あの三角や、うん、内もんこのね、あ、なんとかっていう傘の工人じゃなくて、なんとかの工人さんみたいなのありませんでしたっけ。はい、うん、はい、あー、いい眺め、はい、気が付いてた。さあ、怖い。怖いかと思った。怖いんだ。まあ、怖がると思いませんから。なんか、あるんですか。まあ、初めてですよ。いやー、よかったですよ、本当に。まだ先まで続いてるんですか。まだ。ゴル、あ、ここが。終点。まだ、でも工事を続けてるんですね。すごいね、ここまでこの道を、まあ、ほとんど一山全部巡ってますね。ああ、うん、
ンボか、ユンボですか。ブルドーザー。山の中で対抗するのも大変ですね。何を運んでるんですか、先ほどの車は。いや、工事を、うん、あ、そこね、工事を。あ、崖崩れになってる、うん、土砂崩れですか。通行だね。通行止めになった。ああ、工事したが。うん。そこまで行ったらね。うん。通れる。あ、そうですよね。あの上にもなんか工事をしているような。そうですね。あれありますね。そこからずっと。うん、まあ、そこはもう川越で、そこから店とかで大宮さん見えるんですけど、あ、峠かな、峠か、うん、通れなくはないかもしれませんね。高いですね、あの工事を、工事費用は。ここまであれが、あの、うん、あ、崩落した、深層崩落の工事中の。そうです、そうです。あの高野山っていうのはどの辺なんですか。え、高野山、高野山、あの向こうって言ってましたけどね。まあでも、そうですね。はい、新しいね。はい。ああ、ついに一人で雪の
未線が見える。あれは未線ではないよね。確かに危ないわ。崩れてますわ。これは取れませんね。確かに。この先まで行って店を見ろと。展望、この上に展望台があり、ここからまあ天川村高野山方面に向かって、かんながらたまちはえませ、かんながらかんながらたまちはえませ、かんながらかんながらたまちはえませ、かんながら。雪をいただいたお山、雪です。だからだいぶ上まで誰もいます。よいしょ、ちょっとね、足場が、よくないですね。私のこの足元では確かにこの靴でも足元がしっかりつかません。足場が悪いこと悪いですね。
して難工事ですね、これは結構大変なの。崖崩れが次から次へ起こりますから、これ天川村が管理しているといえどもなかなか財政的にもこの工事の元請け事業主は、安全に、これなかなか本当に大変ですわ。これだけの崖を日本国土全体を維持管理するのは並大抵ではありませんね。こういう林道を作って森林や道、そして安全面を確保していくというのは本当に国の、この国土保全というのか国土安全に維持するのは大変ですよ。簡単なことじゃありません。お金も労力も本当にかかります。こういう崖崩れを一回防ぐ工事、防災工事、護山工事というのか、あの地産地水、これが 国を統治するための大課題ですけれど、昔から中国でも地水地産、山を治め水を治め国を治め人を治める、もう一大事業で疲弊していって革命に次ぐ革命が起こるというのも、実際起こり得ますよね。このために、人民国民税金を取られ労役させられ、そして生活苦に貧困に苦しみ飢餓に苦しみ疾病に苦しみ、さまざまな苦難を持つわけですから、並大抵ではないですね、本当。大変だと思います。元のところまでほぼ戻りつつありますが、でもここからまだここから先は通行止めでありました。で、天川村だからお金も天川村が出してる。天川村はもうね、はい、林道ですから天川村は出してないんですけど、県から補助金を、県からの補助金を天川村が行使してる、使ってると。それで工事 の人たちは天川村から受注してるという。そうだ、天川村の、はい、なんですね、仕事としてね受けて、入札をして、はい、てか村の入札、村の、はい、村で入札して工事を受けて、それでお金がないからもう大変だと言ってましたよ。結構崖崩れ大変ですよ、修復。そうね、ものすごい急斜面ですから、崖を掃除をして片付けて、それが工事が奥まで入れるようにすると、それだけでも大変ですね。そうでまた次の崩れが発生することもあるじゃないですか、はい、なかなか本当に。これここへ昔バスが通ってたって本当ですか？いや、通りません、通りません。いや、バスを通ってたらしいですよ、それを見せるために。え、この景色を見せるために。見せるために、はい、そういう時もそれをもうほとんど私がやってましたんでね。普通もしか事故あったらという、損はやめてで、展望台みたいなのありましたね。 あれはね、何でしょうか、ヘリポート。へえ、ヘリポート、
あれヘリポート あの上に座ってね夕方5時に終わったらあこへ座って駅寄った若い時。そこがヘリポートですか。前から聞いていましたが、そうそうそうあの辺都庁平っていうんですか。え、都庁平ではないんですか。ではないんですね。 あそこなんかヘリポートがあるって聞いたことはありましたけど、そこのことなんですか。あ、そうそうなんです。まあ劉邦さんからね、そんなことを聞いてましたよ。劉邦を連れていったと思うんですよ、うん、ロープをかけてね、ええ、もちょっと目が見えぬく人だったもん。はいはい、まあ、劉邦さんもいたことあるようなこと言ってましたね。そうですか。あのヘリポート、もう熊の丘全部こう見渡してます、うん、確かに あそこまで行ったら全体が見えそうな、はい、まあ時間があったらそこまでよじ登ることはできましたけどね。あのロープが必要でしょうね、きっとね。ロープでね、かけていかないと。うん、あとヘリポートは関電、関電の鉄塔のヘリポートなんですよ。あ、関電が関西電力鉄塔管理のための、はい、あで機材を運んだり、そう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 、で鉄塔を修復する、保全するために、はいはい、そうですか。でもこういうところまで鉄塔だとかそういう電気工事とか来るのも本当大変ですね。まあ林道を作るのも大変ですけども、その電線を引くのも並大抵ではありませんね。鉄塔を建ててあれ3000ボルトですからね。3000ボルト、鉄塔を建てて、ああ3000も大阪とかでね、うん、もうオプティック電力でしょうね。高圧ですので、高圧電流、はい、それあのどこからどこまでを通してるんですか。関電があのこれどっから来て、この鉄塔とかどこへ繋がってるんですか。熊野からですね。熊野の方から繋がっているんですか。じゃあ吉野まで。ダムがあって発電所がある。ああ。天川にも2カ所ありますからね。発電所が。発電所。熊野から来てあの吉野へ抜けていくという。そうそうそう。奈良へ。奈良へ。ああ。発電所を経由しながら。水力発電。そういった大阪のかな。うん。まあ、今山の崖崩れを見て、日本の国土を保全するって本当に大変だなと思う。このだけの山の急峻な山を維持するって大変ですね。昔からいろんな人たちが生活しながら、それをなんとかここまでね保ってきたっていうのは、大変なことですね。日本の国土を維持するだけでも大変ですね。そうね、はい、でこの山の一番周であの今登ってもらったら、向こうから向こうがもう店に続いていく、それも天候車の車両、こんな神社の車両なんですよ。あ、その上は林道から上は、そう門の滝ね、はい、あ、総門の滝、あの大和杖にも出てましたね。名所杖にも総門の滝、大きく総門の滝は落差どれぐらいの高さ、ですね、何メートルですか、何十メートルですか。あれは80メートル。80メートル、相当な水圧ですね。打たれるとよう事故するんですよ、ここでね。あの事故、ロッククライミング外れた。ロッククライミング、それも、滑落山さすのができない、難しいですね、あれ。ああ、まあ危険を顧みず登っていくわけですか。いや、私だったらやりそうな私も危険を顧みず滑落するタイプですよ、間違いなく。
よう、とかここまで言ってくれましたんだけど、ありがたいことですけど、はい、私は、はい、ちょっと半分心配な、はい、あの身代わりに行ってきました、はい、あの宇治さんの代わりにあのホラ貝をまず拭かないといけないと思って。あ、そうですか。あの、であのヘリポートの下のあたりでね、あそうですか、あのとこまで行きまして、あの、ホラ貝を拭きました。年に何回ぐらいヘリポートは使うんですか、あそこ。関連ですか。はい、4回ぐらいじゃないですかね。じゃあ定期的に点検みたいな。あ、季節ごととか何ヶ月おきとか。まあ私もあの登山の装具を持っていたらそのまま店まで登ってこようかなさあ遭難するかもしれない、このもうあの3人ついてると思います。11時半過ぎぐらいには到着。あのオイルをね、はい、あと3人さんと、はい、こちら3人と6名うちで、はい、持ってきとると思うんです。はい、12時から、ほんで、あの3周年いたらうちに来てもらう。まあ、矢島さん、あの、グイさん、ここはあの県外ですか。え、あの電気、え、電波は天川村です。あ、あの電話は通じませんね。あ、ここはちょっと無理なんですね。はい、だいぶ来たい。あの矢島さんに電話しといた方が心配してると思うので。先生、携帯電話持ってないでしょ。持ってないけれど、あの大野さんが一度僕の携帯もアウトです。はい、ちょっと090。あ、それは分かってるんですけどね、はい、あの電波があの通じないそうです。やっぱ通じない。はい、もうそれぐらい山の、ね、谷間の奥になってるので、あのあそこの禊殿まで行ったら通じるでしょうね。あ、そうそう、あっから通じるんですよ。はい、大野さんもうこういうとこまで来る来て連絡することあんまりないんじゃないですか。まさかね。ねえ、まさかね。山の計画立てとったらやむとこが違うようになります。あのこのここまで林道、ここまで奥まで修験道ですね。まあね、そうですね。いや、でもこれは工事者が入ってるんですからね、はい、工事の人たちはここを行ってるんですから大変ですわ。まあよかったんだ、来てもらって。はい、という、はい、初めてですので、私はこんなに奥ができているとは思いませんでした。それで、石の由来も、青荷吉のあの巨石も、はい、あの崩落の上の方から出てきたんですね。そうそうなんですよ、ほんと上のから、まあ、下へ落ちるんじゃなくて、うん、あったわけですね。そいつがあったんだ、そいつをね、うん、掘り出してもらったんですよ。そうしたら、あの崩落があったことによって分かったわけですね。分かった、分かったんですよ。崩落してなかったら、あの存在よく分からなかった。崩落したら、あのね、地質の研究もそこまで分からなかった。来なかったんですよね。なんとも言えませんね。崩落によって見つかったものをあそこに運んで、はい、ちょっと不思議な縁ですね。土もほかすとこはないからね。あの上に、ほんで、持ってあの山を、はい、分けてくれるね。そんなつもりはなかったんだよ。私とるじゃあ、全部ってそう。あの山林はどなたのもんですか。単に林業部が奈良県の。あ、奈良県のもんだったんですか。奈良県のまあ、トップに近い山林家ですね。あ、奈良県のトップの山林家がお持ちでした。そうそう、あ、その人に、うん、まあそこの山盛りをね、はい、さしてもとる山山林がだいぶあるもん。ああ、そういう関係でつながったので、先祖代々、もちろん
明治以降だと思いますけど、うん、そうですか。でも思いがけない展開でしたね。それは思いがけない展開、はい、そうなんだ。だからそうやって温度そこへ通知を放ってくれと、はい、そうじゃないと村の人が林道を通れなくて、そうですね、ということで、うん、あれ土を下の方まで運べていたらもうダンプ何倍も大変ですよ。だから近くで使えてよかったですよね。結局そこに埋めたって、はいはい、いや土地を作ろうなんて意識が全くなくなったんですが、うんうん、でも宇治さんは前からあそこに作りたいって言ってましたから、そうもう随分前ね、元々あったんですよ。40年ぐらい前からそう話されてましたからね。そんなあの深い思いはなかったですからね、神様を祀らんといかんという名にはあっても、はい、そしたらあの愛してでもそれができてきたんですからね、あそこまでできたんですよ、うん、それであるとお社ができれば、あのお社の方はもうね祭りができますよね。あとまあリトリートセンターみたいな道場は、あのね時間が少しかかるでしょうけど、でも一等地ですね。あ、いいでしょ。いいです。いいですね。はい。はい、あの瞑想空間には、ね、みんなあのこぞって来たがりますよ。あの合流の川をね、川を眺めながら、はい、あの夕暮れ時とか瞑想するとか、はいはい、最高のあの瞑想タイムとロケーションです。はい、でまた川の流れを見ながら瞑想するっていうのはね、上の方から非常にいいですわね、はい、うん、それで疲れたら天下温泉に行って、はい、歩いて行けるからちょうどいいです。またアコを掘ったらね、すごい温泉が出るんですよ。あ、そうですか。ああ、じゃあ温泉は、あの高槻博士は阿古か、はい、今の天下温泉かか、でここね、そこでね、一箇所だけが、はい、雪がね降っても全部そこも溶けていくんですよ。ああ、じゃあ地熱が、昔からそういうふうにね、だから地熱が高いということだから、あ、温泉が下にある、そして調査してもらったら掘れるんだと、あの温泉出る。ああ、昔から雪が溶けちゃう。そうそう、ね、はい、村の人たちはね、うん、まあ私も年寄りはみんな知ってた、まあ、あの知っとったんですよ、雪が溶けて。じゃあまさにそこは温泉の地だったと、ほんで温泉ボウリング来たら必ず出ることは間違いないと思います、はい、うん、であそこにするか天の川というね、うん、にするかというところが、温泉の場所とか駐車場のものを考えたら、うん、確かに確かに今のところにあれでいたんですよ、はい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 、まあでも駐車場のことを考えたら、今のところの方がいいと思いますね、やっぱりあそこまで車が入っていくのはなかなか大変ですからね、そうそう、ちょっとね、林道大事、はい、それからあの駐車スペースを作ることがなかなか難しいですよね。そうですか。そんなことがあった。よかったんだけど、はい、そんなこと何にも考えてない、もう、はい、私も思いがけないこと、思いがけない山歩きをさせていただきました。坂本先生もだ、そういう面でほんゆっくりするよとったっていうやりなさい言うから、ほんとおいしい深いところがあって来たってよくわかる、寒いとこでもう適当なのかなと思って、宇治さんも運転慣れてますね。それはもう山道だ今日はね。ねえ、山道はこれだけの、軽々と運転できるんですから、もうベテランですね。
大野さん、まだ電波は入りません。え、17分ですが。もう時期、まああと5分ぐらいかな。うん、まあ安全性事故っても明かすから行方不明。行方不明になってる。どっちにしてもあのしばらく待ちくださいで30分ぐらいあの東京事故に行くかなって。安全性があれなんだけど。あの宇治さん、あのこの前の御開帳の時は平成何年ですか？え、御開帳平成十何年？十何年、はい、昭和56年が、はい、あれ和本式の方です ね、してその後八代、平成元年が完成したんですよね。はい、そうです。平成元年、はい、平成20年ですか？平成、そうそうね、はい、平成20年に御開帳したんですか？そうなんです。平成ってことは2008年ですね。2008年、僕は走った上がるのよ。結構スピードは出てましたね。もうそろそろ下に行きましたが、電波、電波、まだですか？どけがさやか。はい、もうあの人も慣れてますね。ああ、ここがこう、これ下の工事の、まあ、大体そこですよね、工事。あ、そうそう、山の崩落を、崩落現場は。設定する人たちも見えてますよね。はい、僕たちです。え、設定大体終わったんです。終わりました。設定、はい、その人と一緒に食べていただいて、はい、いいですか？はい、はいはい、設定はあの大野さんですので、あのもう、あの住んでます。設定はできてます。あ、そうですか。で、チェックもできました。また6名さんですね、今6名です、ね。ここでもう電波通じるんじゃないかな。さっきダメでした。あ、ここからとできます。はい、どうぞ。はい、今かけます。はい、あと5分以内で着きます。遅くなりました。大宮寺様とあの鎌田先生とご一緒してます。車乗ってます。あ、あのもうあの島園先生いらっしゃったんですね。はい、今5分で向かいますので、はい、お願いいたします。お伝えしておきます。ありがとうございます。いやいや、違うんですよ。はい。奥さん、はい、この中の小さい石でもね、この赤い石、赤
い石を、はい、赤い石持って帰って家へ置いとこうかな、赤い石を、じゃあ売ります。いや、あの奥さん、そこ開けてもらって貨物全部置いてあったか、こんなもん嫌やだもんな、すごい、あ適当に、はい、あ、はい、それも座りがいいな、はい、座りがいいです、はい、先生、いや、そしたらあの持って帰っててもらえます。先生、うん、もう一つ、もう一つ、そ、その横、はい、はい、そしたらですね、私あのまたあの今度取り、うん、取って、あの、じゃあ私たち持って帰って何かの時にお持ちします、うんうん、あの今日ですね、ま、松山に行かないといけないもんですからね、ええ、あの学会があって、そうそう、あ、はい、そうそう、あの夜送りますわ、はい、あの鉄線も一緒に家の方へ送りますよって、はい、先生、あの中国行かれるから、はい、これ何の役に立つんですか。これはあのいろんな役に立ちますよ、あのどうもお疲れ様でした。余分なとこへ、ありがとうございました。パワーストーンですから、パワーストーン、 あのこのね、あの崩落現場のこの山からあの出てきた、うん、この赤い青に赤いしね、この青によし、奈良の都のなんとかっていう歌あるじゃないですか、その青によしの枕言葉になっている元の石です。だからこのあのまあ非常にめでたがられたっていうか、大事にされて貴重視されたわけですね、はい、天川村に戻りました。お父さん、どこ行ったんだろう、来ちゃうか、うん、どこ行ったんだろうって行方不明になって困ったなとね、捜索願いがそのうち出る出る、またゴミの中を連れて行ったんじゃないだろうかと、うん、まあ、あと行っといてもとよかった、はい、はい、ちょっと足だけ僕ね、はい、力を入れといてもらったら、あくまた全体に大地が紅葉してくださると思いますよ、はい、あの お守りはあのまたあの適当な時間に、はいはい、うん、うまく時間を、これはですね、あの はい、どうも、ごめんください、遅くなりました、申し訳ありません、あのね、宮司さんに山にお連れしていただいて、山の奥まで、奥の奥までもうね、行方不明になるぐらいまで。でしょ、 ありがとうございます。はい、いらっしゃい。はい、ご苦労様です。はい、お疲れ様でした。あの、山の奥まで行ってたもんですからね。すいませんでした。ご心配をおかけしました。どこでどういうふうにすればいいのかしらね。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、うん、
もう大変でしたね。あの熊に遭難しそうだね。やっぱりね、うん、そういうね、山奥まで行ってるんですよ。島園進先生を紹介します。先ほどご挨拶した。あ、そうですね。じゃあよかったです。どうもどうもありがとうございます。はい、では参りましょう。南朝黒牛5秒、はい、後醍醐天皇をお守りする大人衆というねグループが天川村にあるんですよ。で今でもあの秘密結社の隠居ために、まあ、のボイスメモだけうーんっていうのが聞こえる。これでいいかな。はい、玉木さん、これも僕が、うん、嬉しい。本日は東京自由大学主催設立25周年記念企画、一般社団法人日本振興復興会議協力連続講座宗教を考える学校第4回日本の宗教神仏集合と天川大弁財天社にご参加いただき誠にありがとうございます。開始に先立ちましてご視聴の皆様にお願い申し上げます。本日の録音録画はご遠慮ください。また映像や音声など技術面に関するお問い合わせはチャット欄にお寄せください。内容に関するご質問も随時受け付けております。こちらも同じくチャット欄までお寄せください。なお本日の資料の配布はございませんのでその旨ご了承ください。本日のゲストでいらっしゃいます天川大弁財天社の柿坂幹之助大宮司と鎌田東司先生、島園進先生は今奈良県天川村の天川 大弁財天社にいらっしゃいます。今日は現地からライブでお届けしてまいります。それではここから先の司会は鎌田先生、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、鎌田東司です。ではまず天川弁財天社、宮司滝坂三木之助大宮司さん敬意を表してお礼を放送するところから始めます。私が初めて天川大弁財天社を訪れたのは昭和59年1984年4月4日444という三つ揃いの日でありました。その日私はなぜ天川社に来たかと言いますと、太田千住さんという霊的通信を受信する方がいて、私の友人の梅原慎太郎さんを通して三島由紀夫が霊界から通信をよこしている、まあ、そのメッセージは日本を
マフラバーにせよみたいなメッセージだったんです。その太田千寿さんの霊界通信を天下は大弁財天社の柿坂三之助宮司さんがサニアをしたという記事がその当時の雑誌ペンタハウスに出ました。そのことを知って、それを持って、それを読んだ上でですね、初めて訪れたのが1984年の4月4日のことでした。そして宮司さんのお宅で一晩二晩かいろいろ語らいをさせていただいた。その時に宮司さんの、お話の中で私がとても印象に残ったのが太間に鏡という言葉でした。で、サニワということをお尋ねしたんですが、サニワのことについてはよく分からず、私にとっては宮司さんのお答えは太間に、あるいは太間に鏡、つまりそれは今話を詰めて言うとお掃除だと。徹底的に、まあ、神社庭を掃き清め、お掃除をしているときにふとそこに現れ出てくる鏡の中に映ってくるような何かがある。その何かを掴むというのか感じ取る、まあ、結論的にはそれがサニワのようなものにつながるというふうに私は受け止めました。なので特にサニワだから何かをしなきゃいけないというふうな解釈があるわけではなくて、そこに立ち現れてくる何かを、受け身の姿勢で身を清めてただ待っている、まあ、そういうところからメッセージが浮かび上がってくる、まあ、そういうことでした。今それから来年で丸50年半世紀が過ぎます。宮司さんその時に私にお伝えいただいたことは今のような解釈でよろしいんでしょうか。ちょっとそのことから始めたいと思います。はい、承知いたしました。今川田先生から太田千寿さんというですねのお言葉をいただきました。ちょうど私がある自身がですね、その1週間ぐらい前に霊界に入ってしまった、そうおっしゃってました。そしてもうこれ以上ね、神主として形の世界でずっと勤めておったんですが、それ全部間違ったのかと。そして、この場でこういう話をするのはどうかと思いますけども、たまたま太田千寿さんで、今日はそういうことも予期をしてなかったんですけども、ただその時のことがぐっと今思い浮かべてきたんですね。と申しますのは、この肉体を離れて精神的にですね、飛んでしまったという表現ではなくてですね、この世を離れていくという体験をいたしました。それには死ということですね。そしてその死の、ね、行く道はきちっと今でも記憶に残っておりますけれども、まあ、それは時間の都合で省かせていただきますけれども、まあ、今日そのようなことの葉を受けるなんてはもうと私は考えていなかったんですね。思いもよらなかったね。そしてその大きい体験をした後に、そしてもう私はこの世でね活動することはできないという状況に走って、そして友人たちが、みんな8名を呼んでくれてまして、私自身がちょうどね、まあ神主が嫌なもんですから医者になるという、そしてまあ医学部に入ったんですけれども、まあ、途中からそれでね、
脱落して、売れてしまうわけですな。で、みんなそういうふうな体験を持っておりましてですね、そしてそのユニタでみんな医者になっておりますから、みんなやって初めて、その中でそれは起きてきたんですよね。その奇遇な体験をしてしまう、そのことを、そして、もうそれがフラフラになっていくと、もう三次元的にはもう全くできないような状況に、そういう三次元レベルとかどうではなくて宙に浮いてしまったような、そして友人たちは非常に私を心配して、まあ、このままでしたらほっといたら危ないと、ということで、京都の方に連れて行かれましてね、である旅館で一泊して、しかしちょっと変なことのことの葉を吐くようなことが、そしてまあそれなら私はちょっと静かに別府の湯布院というとこですね、中谷、はい、健太郎さんがあれ、そうして今と夕日を作ったんですが、まあ彼とは非常に知りでございましたし、こう信仰があったんですが、そして夕日に今行って、しかも温泉で、ね、一泊か二泊かさせてもらったんですけど、ところがもうこれは今度皆さんにそういうの世話かけたら申し訳ないということで、まあ自分の旅をさせてくれないかということで、そして耶馬渓の方にですね、まあそれはその話すると長いんですけどね、行って、そして熊本に抜けていこうということで、そしてちょうど、寒い中でございます。ちょっと雪がね、ちらちらしてるとか、そして、観光、なんとか観光、九十観光というかね、そこで一泊したと、もう温泉といっても、もうぬるいような温泉にね、冷えて、その体験で、そのことをふと思い出しましたが、そして帰ってきてですね、まあ落ち着いた自分で、そしたら太田千住さんのあれをね、色紙を100枚くらい書いて、そうでしたね、絵のような、そうね、そして私も全くそれが分かんない。でそれは東京テレビですかね、もう玄関入ってくると待ち構えたような私が言うと、ちょっと待ってください、ちょっと、どちらさんですかねと、というようなね、そして大田先生のようで、これを私に見てどうかどうか、まあその三話ということは私の中に記憶はずっとありましたんですが、それはちょっと今すぐはできないと、でも言ってもらわなくなると、そして、それをまあお答えに答えないとという気持ちでずっとそれを、解いていったんですよ、ね、はい、その時の太田千住さんということを始めたこと、そういった東京テレビでさね映像に映ったとか、まあ天下はそんなテレビは映らないもんですからね、だったことが必要ですけど、まあその記憶が今蘇ってきました、はいはい、まあその時にですね、まあ宮司さんからルル今のような話をねずっと聞かされたんです。いきなりですよ。ここ聞かれている皆さんどう思われますかね。いきなり私は柿坂幹之助ワールド、柿坂幹之助ワールドに突入することだって何の予備知識も全く何にもなしにですね、天下弁財天社にどういう神様が祀られているか
縁の行者の会期の由来であるとかそういうことを一切ほぼ知らずですね。ただその太田先生さんの三人はあのことを聞きつけてそれで来て今のようなお話を本当にその時に聞いた話ほぼそっくりそのまま50年後今あの再録、まあ、実際あの今のようなお話をね、ええ、50年前も同じように語る同じような調子で語られていたのであの柿坂弥勒介ご健在なりあの50年前と何一つ変わっていません。宮司さんのね、この感覚っていうのはでそれでいろいろお話を伺って結論っていうのか私が受け取ったのはあのサニマっていうのはそんなねどうのこうのというよりもふとまにというふとままにかんながらに現れてくるもの、まあ、鏡に何かが映ってくるようなそういうことだっていうふうに宮司さんがおっしゃったんだ。要するに簡単に言うとありのままに見るというまあ天台本学数で言えば真如とか諸法実相とかということになるんですけどありのままに見れば見えてきますよということだから、それでいいんでしょうか。あそれでいいと思いますね。はい、ありがとうございます。それでそれはファーストインプレッションというかファーストインパクト天下はインパクトねセカンドインパクトがあるんですよね。でそのセカンドインパクトを話してから島野さんにコメントをいただけると思うんですね。セカンドインパクトっていうのはですねあの昭和で言いますと昭和56先生ちょっとマイクを話し気味に鎌田先生話し気味に、はい、1959年かな1986年っていうのはあ昭和61年ですね。昭和61年に宮司さんの監修で、まあ、もう宮司さんと言い慣れているので、もう大宮司という言葉が私のワードの中にはインプットされておりませんので、もう宮司さんで通してしまいます。ごめんなさい。あの宮司さんが監修されて、天下はサイキックパワースポットだったので、扶養者から、あの1986年昭和61年に本が出たんですね、はい、あの写真が豊富に載せられている本でした。でその中で神道のみそぎ払いの言葉、払いたまえ清めたまえという言葉をですね、まあ宮司さんの監修本の中で払いたまえを君の知性が透明でありますように清めたまえを君の精神が自由でありますようにいう言葉でそれがあの、まあ、あの 天の川のせせらぎというか水の流れのところに大きくですね写真の中に、その字が浮かんでいたんですね。払いたまえ清めたまえを現代的に、意訳したらそういうふうになると。それを見てすごい新鮮な驚きを感じたんですね。あ、払いたまえ清めたまえという伝統的な言葉を、あ、このように君の知性が透明になりますようにとか君の精神が自由でありますようにというふうに訳せるのかというね非常な驚きでした。で、そういうこう訳し変えるというかあの言い換えることのできるという、まあ、その、うん、知性というか精神性というものに、まあ、スピリチュアリティとも言えるんですけど私は非常にあの共感できたんですね。でそれはまさにその頃 の, あの島園進さんがその後東京都出版でしたか、精神世界の行方の中でね取り上げたまさに精神世界的なあこうイメージとかメッセージというふうなものに非常に近いものがあったわけですね、まあ、その辺のことを宮司さんから、ちょっとお話ししていただいてそして島蔵さんのコメントをね求めたいと思います。どうぞ。あまず宮司さんからあの その辺のことを今はどうお考えになっているかとか、まあ、その君の知性があの透明でありますように、あらたま清めたまえですね。
まあそのね、自分の境地を考えてきますと、もうそれ以外ないなと。でそれ以外ない、うん、それ以外ないと。そして清らかになってくると透明で、例えば霊能とかね、霊感があるとか、そういう表現はどうもその大変失礼な言い方だけど、どうも濁っとるような言葉にしか聞こえてこないんですよね。感じられないです。透明とは率直に光のようにさーっとね、全部全身全霊を打ち込んだ自分で全てを責任を持って生きると。3次元レベルであっても4次元レベルと責任を持つと、ね、でそれは一人一人が感じてきたらですね、一人一人の命が躍動して平和になっていく。平和を1000年祈ったって平和にならない。一人一人がそこにほとんど深い自分の中に地上位ですかね、その心を持ってやっていたら平和に、希望をしなくても祈らなくともなってくるんだと。平和ということに対しての祈りの言葉をするような祈りがすでにもうおかしいことを気づいてくださいというようなね、教訓だったと思いますね、私ね。それは公にはそういうこともあまりね、大体弊害が及びますからね。それに、同調できない人はそれを攻撃の代表に使えるんですよね。だから本当の精神を、まあ、神道でいう清らかで明るくて素直で正しい、川の水が山から一点の水が流れていくように自然体にですね、まあ神道では勘ながらと申しますけど、そのようなことで全部運ばれていくんですよとですね、というね、頑張るなと力を入れたとには頑張りはないんですよとね、もっとゆったりした解放された心の中の力というものをもっと感じてくださいよという思いだったと思いますね。生命消直ですね。まあお答えになってるかどうかちょっと、はい、まあ非常に明快なあの答えだと思います。では島薗さん、どうぞ。あの今のような、精神世界の動きとも連動するような、大藤様は、はい、鎌田さんが初めてここに来られた、はいはい、時のことを覚えてらっしゃいますか？覚えてます。その頃から緑でしたでしょうか？え、その頃から緑だったでしょうか？まあ、グリーンというね、私はまあ影響、川端先生に逆に影響を受けられたから、私はグリーンハートというのを作り上げてます。ハートね、グリーンということは非常に、緑ということは非常に穏やかなね、グリーンが好きだとか嫌いとかそういう次元の問題じゃないというね、緑豊かなというふうに言われたんですから。ほんで私も全くグリーンに違和感はなくてですね、私もグリーンのジャンボをね、だいぶ持ったんですけどね、はい、まあそういう、天下はサイキックパワースポットという本が出たのが、はい、1986年、不要者86年、はい、そういう言葉についてはさっきの王子様の言葉ではそういうのは少し違うなと思われたのか、それは自然なことだと思われたのか、いかがでしょうか？サイキックということはね、私も若い時、多分言うとヒッピーのですから、だから別にもう大概とどんどん壊れてる世界ですからね、今回でもね、何の色もなかったですね。しかし、
この人間から出る力の波動というんですかね、まあ命令的な波動、お前こうしたべよこうやとかね、そういうんじゃなくてもっとソフトな状況で動いていくようなね波動を与えるべきじゃないかとというものですね、ことをね、それからユリ・ゲラーのこのヒーリングとかね、ことね、まあそれもまあでかい日かは別として、ね、ヒーリング的な状況がまたこの入ってきますよね、で気風な感じですね、まあいろいろなあのまた入っていくことも事実なんですけどね、まあ、あのフィリピンの、こうしてしてくるね、まあ、今度だいぶ滞在して私もね、それについて徹底的にして日本にも呼んでカメラを10台ぐらい向けてね、いろいろやった体験を持ってます。霊的治療みたいな感じですね。そうね、はい、というようなことをね、しかしいろいろな最近的な状況も世界でいろいろな状況があります。ただだからそれを超えた世界は何だろうと、まあ、手当て、ヒーリングというのは心の豊かな正しい清らかなね素直なる心の波動を与えていくことが最高のヒーリングではないか、これが私は祈りじゃないのかというふうに感じてるんですよ。あのユリ・ゲラーっていうのは1970年代初めですね、あのテレビでスプーン曲げをやって、我々見ててやってみたりしてという時がありましたね。その頃はヒッピーも成田さんで、ありましたしね、そしてこの村のもとのヒーリングね、スプーンを曲げた、そして、ガードレールファンとしたバーッとこう回っていくね、状況のもの青年も現れました、ね、マイクからこれ、そうそれもユリ・ゲラーの波動が非常に受けられる器であったし、波動が出てきたんだと。グジさんも随分スプーン曲げたんです。それはテレビ局でやってますけど、でテレビ局に追われてね、私もついていたんですけど、もう本人が血を出すまで実験するわけですからね、その当時は。ただやっとるところを見せるだけの映像じゃなく、それを突っ込んだ状況だね、そのような、あ、ね、もうこらえてくださいよ、これはね見せるもんじゃないんですからと言ってね、もうそれで止めてもらったら、もう連れて帰ったことありますけどね。普通の本だ、それ変化して大人になって、ね、普通のお方普通のお方なんです、うん、はい、あのその2つ目のねセカンドインパクトが今の話なんですけどね、これは1986年ですね、でその後1988年昭和63年だったと思うんですけどね、宮司さんと一緒に私の恩師の一人でもある小野祖教という神道神学者が、国学院大学の教授を退職した後、京都府丹波大江山の、元伊勢皇太神宮の宮司、元伊勢皇太神社の宮司をして、そこでのお土を宮司さんと一緒にいただいて、ダンプカートラックでですね何台か乗せて天下まで運んで、天下は大弁財天社の今の社殿の下 の、 あのお土にしたんですよね。でその際に宮司さんが玉沈めの神事をされました。土の中に沈め物として、まあこれから500年先1000年先に出てくる後継者の方々に対する、まあ、一つの置き土産というか、まあ、ものとして、玉沈めの診療をされました。で私はあのサードインパクト、強烈に今でも忘れられないのは祝詞僧正を宮司さんにされてね、祝詞僧正の中でですよ、かけんまくんもおかしいこぎとか言われて、
神社は宇宙ステーションなり、神社は宇宙ステーションなりとね言われたんですよ。そのそこのね社殿のあの土を固めて玉を沈めた後のね祝詞と葬儀を納める、まあその日は満月だったかどうか分かりませんけど、お月さんが出ていたような記憶があります。夜行われた。その時にですね、本当にね、あのその通りだと思ったんですね、私も素直ですので、あの神社は宇宙ステーションだなと本当に思ったんですね、その場で他に行って。そういう感覚っていうのはとても共感できるし、よくわかるなぁと。まあ宮司さんにとって神社は宇宙ステーションという祝詞の中で言われたわけですから、もちろんあの覚えておられると思いますが、どういう意識っていうか、どういう大人あの大勢の人でね、あきちんと書くわけ、ほとんど自分の空でそこに行ったとさ、即興インプロビレーション、即興的にサンと上げていく、ね、状況に、ね、まあ言葉を出していく、はい、そうですね。だからステーションというのは宇宙ということのですね、神に下るという、うん、そこにもともと神様がいらっしゃることも、その神様が宇宙からこうお迎えするの、宇宙から下って神様となられるというね、両方があると思うんですよ。で国の友達というね、ご時期をして、これもともとのあったこの大地の地球そのものの神様、そこに宇宙からこの合流されていくというね、うん、天の神、宇宙の神ですね、天と地を分けておく状況の小池もね、それが半々になっているわけですよね、非常に、宗教的な哲学をから見たところにも納得できるなと。そしてそれを完璧的に言ったらそのような、ね、現象の世界で記事と納得できるんだ、だからいわゆる物事は物事を見たら常にその本体から哲学的に自分を見ていく世界、そしてその実態をそしたら分かっていく、それが一挙に実態をということの空間の時間をね、人間がちょっと損なわれてきたんじゃないか、世の中が崩れていくのというふうに、まあ自分ではそれを一つにこうなんですよということを教えることも言わないしないし、ごめんね、これは私の心なんだから、ね、人さんにこうだというような説明もする必要もないし、してはまた誤解を生んでいて、マナーを生んでくると、ね、そして人さんの考え方、マインドコントロール、コントロールをやっていくような危険性が生まれてくるというね。だからそういう精神がもう常にパーッと即座に現れてくるんですよね、うん、一番正しいことはどうなんだろうね、私も正しいことを 100% やってきたという自分 の, あの、ね、意思はないと、いっぱい過ちも起こしてくるね、まあ働きとしてさせていただいた、あ楽のことであるということですね、ご理解いただいたかどうか、ちょっとはい、はいはい、ありがとう、もう一つあの、フォース インパクトですね、あって、それでまた島野さんのコメントをもらいたいと思います。フォースインパクトはですね、その後あのその翌年だったか平成元年に、この仙山の仙宮祭が行われました、はい、小仙宮祭、はいはい、で非常に大掛かりにいろんな方々が来て、能五流の方々が、あの先ほどもちょっと話しましたブライアン・イーノの奉納演奏、それから細野晴臣さんの奉納演奏、木梨昭吉さんの奉納演奏、まあさまざまな方々の日本だけではなくて国内国外の芸術芸能に関わる方々の奉納がなされました。1週間で、その平成元年の
遷宮の遷座の祭りのあと20年目でしたか、ご開帳されました。このご開帳がですね、私にとっての4番目のインパクトだったんですね。これは強烈でした。あのこのご本尊というのが飛信日輪アマテル弁財天のという社、まあその、天下弁財天社の信仰の神髄というのが、一つの火王をそれは表しているものだと思いますので、宮司さんにそのことをちょっとお話ししていただいて島野さんのコメントを求めたいと思うんですけどね。この昭和20年に、平成20年に、まあ、特別にご開帳された、まだそれはあの昭和51年にご開帳されてからの、60年目の節目ではなく、あえて、その平成20年にご開帳されたということの意味ということと、それからその日輪余っている弁財天という神様のお姿、あるいはその現れが持っている何ていうのか、御神と御神というふうなの、まあ、私はですね非常にあの度肝を抜かれるぐらい驚き、かつあ天下弁財天さんってこういう神様を祭りしていたんだというのが、まあ、心底ですね、なんか奥深いなと本当に思ったんですね。で私の中にあの去来した言葉は縄文のヴィーナスという言葉と大阪のおばちゃんこの2つの言葉が、あの私の中に飛来したんですね。縄文のヴィーナスのような感じ、イメージと、しかし非常にたくましく生きる大阪のおばちゃんのような、あの普通の庶民の姿というか、まあ、そういうたくましさみたいなものを、明け広げで全てのものに何かをあまねくね力を施すっていうか、あの苦毒を施すみたいな。でそれを ある人からですね、天川小学校の子どもたちが参拝に来てた。で天川小学校の子どもたちがね、御開帳を見てですよ、お化けと叫んだそうなんですね。聞きました？でそれを聞いてすごく嬉しくなったのは、あの隣のトトロを思い出したからですね。隣のトトロでサツキもメイもトトロのことをお化けって言ってるんですよね。で子供たちにとってはお化けっていうのは悪い意味合いでは全くなくて、トトロのようなああいうなんか優しいけれど得体の知れない神秘的な力を持っているような、こういう存在はお化けのような存在だ。でそういう子供たちが語った言葉がすごく象徴的にね、真実を言い当てているようなもので、まあ化けるということはいろんな力をですね、衆生を狂下していくためにこう形姿を変えていろんな人にパワーを与えていくとか功徳を与えているっていうことだと私は感じたので、子どもの言っているこの言葉はすごく真実をついているなというふうに思ったんですよね。まあ、いずれにせよその飛信余ってる弁財天、日輪余ってる弁財天のこととその年にご開帳したことの意味をですね、まあ、宮司さんにちょっとお話しいただいてから島田さんのコメントをしてもらいたいと思います。まあ子供たちは赤心な心で、ね、赤き強力な心、まあそれがまあ私の意識の中でね、どんなゴンタで悪いことしても非常にまたですね、可愛いと言いますかね、衣装をね子供たちにバーッと見たありがとうというのでね、お前そんなことするなっていうようなことは私は出せない、ね、出すような意識はまだないんですよ、ね、お前な。でもその意思が完全に当たることはねないんですよ、意思の時はね、意思の方がよく出たら
彼女たちも彼たちもぶつけようと思う意識があって困らせてやろうというところまでは行ってないとね、遊びと、それで誘導の遊びというもので、ね、やっとるだけということもね、そのような子供たちのですね、でだから、まあ、そういうところをまた言葉を言ったら今度は祝詞の中にね大化けってなんだろうまたそう強烈にずっと入ってくるんですよね。王という王はどういうことだ、バーって歯に蛇行がついてバー毛というね毛というその毛にしてもでもね100問題ぐらい解けるわけですよ、うん、でそのうちのどれを選ぶかということ、うん、それを一点にね否定しまったお化けが怖いものだと教えた状況が伝わってるだけでね、お化けというものは怖いものだ、これは美しいものだ、全体が美しい状況に見えるのが本体の人間のあり方じゃないかというね、自分の自身の哲学が生まれてくるんですよ。だから、責められてもありがとう、殴られてもありがとう、ね、全てがありがとうという精神というのは神には祈るね力がなくなってくるという精神が自分に湧いてくるんですよね。まあこんな話はそんな初めてぐらいじゃないですかね、まあ年老いてからと思いますけど、だからこれは出でこれは非ということは絶対ありえないと全部怠惰だと怠惰だだから日本のことを、ね、一番祝詞の私一番の平らけく安らけく平らかで安らかに、まあ、安心立命ですよね、うん、その祝詞とあの言葉は祝詞とそのように行いも心を持っていったらいいなというのが私の祝詞から言葉の中から学んできた私のこれはもうここにねもう入ってしまったんですよね。それはもうどう言ってもだから全て、殴られてもありがとうとね蹴られてもありがとうとよっしゃ、ね、若い時はそうじゃなかったんですよ。子供自分はねやんちゃだったんですけど、まあ神様じゃこれは神様に仕えてくる心だなということで、まあ、それほどそういう罪のうるさいとかこういうどんな気持ちも言っても起きなかったですね、まあ他から見たら気違いのように思うんですよね。暗いうちから暗いうちまで掃除をしているということはね、まあそのようなことから学んできたと思います。はい、どうぞ。しますやんちゃって今おっしゃったんですが、やんちゃ、はいはい、ゴンタとおっしゃったんですよね。大藤さんは若い時はゴンタ、うん、どっちか言うと誰の言うことも聞かない、黄金だ誰の言うことも聞かない、うんね、もうどうも知らない。まあそれを通常の言葉ではゴンタって言うんですよね、そして極道者って言うんですよね、十字台にこう飛び回っていく、まあ、規制を自分の中で、でもとことんまで行くという気はなかったんでしょうね。すると若い時は人を困らせる周りの人が困ったなという人だった時もあるわけですからね。そのおじゃんちゃんはまだしてなかった、他者を困らせる、もうこれ親族とか家族をね困らせるというのはありますよね。本当に誰が言うても聞かないと、そういうことだと、あんまり他者をあんまりいじめたりは困らせるしない。さっきの赤心というのね、赤き心、それから透明な、
透明な知性でしたか、そういうふうになってくるのはゴッタのままでそうなるのか、そこに何かこう転機があってそうなってこられたのか、そのあたりはいかがですか。まあ、それは旅だったと思うんですね。与えられると、こっちからこれを食べたいとかそういう意識じゃなくて、向こうから ねちょうどそのところに遭遇するわけですよ。旅をしてるうちにちょうど、お腹が空いた状況の中でそこをいただこうと思うてはしない。でも遭遇して、そしたらあれだよ、そうやって角道に交差して、ずっと、そしたら入りなさいと。ただこれをね、食べると、ね、小ぶりであっても、歯ぶりであってもね、また、インディオの人たちだと。そういう今日もね、これがもう自然の流れだと。私がどうやったか、これの前に、なんとかしてくれって言って。まあ、それが、そういう状況が自由の旅という。さっきヒッピーとおっしゃったし、はい、今は旅と遭遇、いろんなものに出会う、それは何歳ぐらいの子供の話？そう、高校時代。高校時代高校時代、どこ行って帰らなかったりね、というね。それは貨物船で、お金ないからね。あとは回る。で、歩いた時が一番効果があったと、お金なくて歩いた時の方が効果があったと。お金で旅するやつはどうしても素通りが多いと。自分の中に打ち込んでいくね、みたいな。その精神から肉を通して魂がなかなか入る。記憶としてはね。ね、でもそれを活用することができない。だから行ってきたらそれをきちんと自分で必ずそのいいとこ、そうしたあとのとこでも活用して、自分の中で活用してみるよね、行いの中とか働きの中とかに活用して。だから全ての人類や全ての自然に教わってきたということをね、私は考えております。それで旧絵を前の前の宮司様ですよ ねお父様が宮司様でしたかね。あ、そうそうそう、ね、まあ私のおじいですけど、ね、おじ様が、はい、でも三木之助大宮司様にお前が慣れと言ったわけではないんですよね。うん、まあ慣れということはうちの親でも一切言わない。で、私の親にもね、もう、誰も言うこと聞かない私だったもんですからね、もうあかんなんと、諦めとったんじゃないですかね。そして私も自身もなろうと、彼女には絶対ならないという意識を持ってましたからね。で、もう親にももうしゃないなというふうに、もう諦めてしまったと。でも、そして、いろいろやってきて、遊びもしね、やってきて、まあ、名古屋の大学に入ってから勉強しながらゴルフを始めてね。ゴルフなかったね。で、ゴルフ、それでゴルフを買って大学に来るんだね。この民衆のスポーツはブルジャーじゃないんだと、それを積んでという、その運動してきたね。そうしたらトーナメントができるじゃないかと。その時はまあ日本の崇高だかとありましたけどね。それはもう一つのレベルのですね、ブルジャー的なスポーツだという感じが強かったからね。本当の庶民のスポーツなんだよとするからね。ということ。それでそういうゴルフなどを広める活動をされていて、でもやっぱり神主になろうと
いうふうに決められたというか、そういう考えが出てきたのがどういうきっかけが何かございますでしょうか。そうですね、まあいろいろそれからまだね、まあ、空間がありますから、ね、まあ、でもいつも潰していくようなお宅は、ねね、一族は思ってましたから、ね、誰の言うことも聞かないしね、そして、その時はまあ高原に、甲子園に住んでたんですよね。まあ、その時もまあその当時でもそうね、六甲の山を潰してね、暮らしちゃう、これから舗装の時代が来るということをまた、アスファルト、それで石垣になる、そしてそれをやるなとおしてということでした。そしたら、親父が六甲の神様の上を通して、それはもう神経になって押し叱られたんですよ、ね。神様の上を通して、お前は何て言うのすんだと。神がどうしようとかっていうね。あ、それで、ふっと自分が素直にね、ああ、そうか。そして、ところもね、若いんだけど、60年ぐらいの社員を雇ってね、それで、これから機械を入れてドイツ行ってラサ工業のプラシアナも ね高かったんですけどね、それを購入したりやるけど、その時にも親に言われて、で社員にね、あんたたちも私がお願いして来てもらったことは大事だ、しかしこれで辞めるということは勝手なことできないから、自分たちでね、それでみんなが力を合わせて、私はこれここで引くと思うね。本当は向こうはもうみんなびっくりしてるんですよね。いやいや、それしたらあなたたちここまでじゃないの。俺はいらないからよ。ね。ということで。そして、殿下へさっと帰ってきて、うちの聖大社もやってたんだからね。その住所の2階がね、そしてたそこの竹本家の表神社が掃除したね。その時の気持ちが、こんなすがすがしい気持ちを生まれて初めてだと。というようになって、ずっと掃除ばっかりをする、ね。ほんで、誰が掃除したのかわかんないんですよ。本当綺麗になった時に、それで暗いうちから暗い姿を見せない。時たまもう風が吹いている島を起こして一人とかとても朝までにできない。その時にもう山の人、その自分は天下はもう朝5時に出て、山の行くのは大体2時間ぐらいかかる作業なんでね。この人たちも一日働いてこれだけしかないな、俺は何をしてきたんだ、だから私はその人たちの働く人たちの姿からこうね、神が教えられた有意識をな、はあ、俺は何だね、その意味は気づくと、今日は怪我せんと、ね、一緒にやってきてくれ、まあ、祈りをそこに合わせ、杉の木にね、合わせてね、杉の木に隠れながらね、というような、まあ、ことから始まる。そしてどん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 、そういう毎日、朝暗いうちから、ね、で、夜とかね。で、あとはまあ、哲学書もね、うん、そう、数千冊に至る本、よく読みました、あらゆる。で、ほんで、何を抑えても全く、それで、あ、こうだというのは全く受けなんだね。私はね。まあ、これもまあ、これでまた哲学書も読んだね。
そしてそれをもう全部三千冊ぐらいでね、天下の今の庄の橋の古い橋のその人らでね、全部炊き上げまして、炊き上げ、もう全部炊き上げ、もう俺も全部もう空にしようと、それから始めた。そして掃除ばったりして、その時に一人ぽつんとね、思い出した。そしたら、それで覚えてもらえた。和歌山市長のね、宇田さんという方が選挙で市長にこうしてもらえた。それを僕と選挙。わかんしはないんですよ、私はね。そして、いや、あんたんでしかわかんないと。こう言うんですよ。うん、そんなこと言ったとか監視じゃないんですよと、私はね、そういう人ですから私は、というような会話、いやあんたしかいかない、それで動かない、そしてまあですね、あの困った、ほんで家帰って行かないのが困ったんだ、俺これこれってね、動かない。そしたら私の親は大阪でね、あ、感動して、ずそばして、そしてこういうできるものがないので、人もないの、わしに帰ってきてくれと、なんか帰ってきたらその人もまだそういけないね、置いて帰れないと、お前があげと、こういうの、あの人だって乗るとも分かんないんだ、ね、そして、本当は押しててくれと、この知恵が湧いたんでしょうね、わしがね。ひらがなでね、かけまく、昔からかけまくも、はい、それを書いてね、これで選挙、まあ当選できますように、どんどん導いてくださいというような文句ですよね、はい、ね、恐れつつしながら申し上げますというようなね、ひらがなで書いてね、はい、森戸の言葉はね、大笑いは頭入ってますからね、全然、まあそのような言葉が、そして、たまたま当選したんですね。うん、でこうして、ほんで、岡山のね、あの2階なんかも一番最初に出るの、全部わしやったんですよ。こんな山奥もね。ほんで、わししかあかんようになってしまったんだ、和歌山は。いや、不思議と。どうしわかんないの、他のね、和歌山のね、神社からたくさんあるんですよ、ね。ということを言った。ギャーンってなったね。まあそれには信仰者のような霊能者の人がついてますからね、あの、まあそういう体験を持ってますよね。あの、今島園さんがお持ちの、本を紹介してもらえますか、あの、皆さん、あの実はですね、今の話は私が、5年ほど前に宮司さんに何日か泊まり込みで来てインタビューをして、そして今のような話も含めていろいろまとめたものが中心の天下は在弁財天社宇宙という本の中にまとめておりますで、あの小さい頃のゴン太から、まあ、旅に出て、まあ、いろんないきさつの中にあって、まあ、大学の医学部に入ったけれども、そこをドロップアウトして、そして、その、まあ、放浪というかいろんなことをやって、そしてある日気がついたら神社の庭で、そのね宝器を持って掃除をしてたっていう、このすがすがしさの感覚みたいなものから、これは何ぞというふうなところから自分がスタートして、だからお掃除というのは、まあ、宮司さんにとっては一つの原体験、まあ、神道の神髄であると同時にご自身の原体験でもある。それがなければ、まあ、知性が透明とか精神が自由だというふうなのもただの言葉であり関連論であるあるけれども、この武士の体験の中からそういう掃除ということが一つのきっかけというのが転換でもあったと思うんですね、実際的に。でそれが現在までこう来て、あの先ほどの平成の御開帳のあの西に余ってるね弁財天がまで来てるんですけど、まあ、私は先ほど質問としてはですね、あの西に余ってる弁財天っていうのはどういう神様ですかっていうふうなことで、
って、うん、分かるでしょ。私が質問したことに答えてくれてるのか答えてくれてないのか分からない、すごい旅をしてる。まあ問答そのものが一つの旅なので、私もそれを必死で聞きながらですね、傾聴し、随分傾聴力を鍛えられるんですよ。で、この中に語られていることは一体何だろうかとね。どうぞ。謎のようなね、やっぱりね、人間様から、人の行いから学んできた、目に見えない神様というから教えられたね。感じた人は綺麗だなとかね、はあ、気持ちいいなとかいうのを感じる。対象する人間さんや木々から、まだ海とか川から教えられること、私には分かる。